お疲れ、マジマちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ、なあ、なあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが、東条会の直系組織。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や、堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が三つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや、西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん、で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね、ふん。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あ、行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ね、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときや俺も一緒なの。分かった。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。ちょっと待ってくれ。どうした。どうした、そんなに俺と一緒にいたいのか。Ha ha ha!
らっしゃい。え？さあ、おい、お前聞いてる？え？あ、さっきまで飲んでたんやけどね。いらっしゃいませ。ありがとう。マジマちゃんさ、おい、お前聞いてる？あ？おい。あ？せや。お兄さんも好きだね。いらっしゃい。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も大丈夫や。はん、やる気じゃねえか。
今度こそ俺を失望させないでくれよ。よし、出発。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが、せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
セラ。日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。誠は、牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。何やって？ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで？手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんで。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。Hey!
どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟、痛いほど伝わった。ほな、さっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや？お前のよく知った町だ、カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ。今、空の一坪を誰が手に入れるかで、登場会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪は、カムロ町の再開発に絡んで、莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしとる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと？誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。な、何や。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。橘不動産桐生一馬。
こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、マジマちゃん。は？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。